東京ガールズコレクションで最後に、会場から出ていくときにもらえるお土産の中身をちょっとざっくり紹介したいと思います。バッグはこんな感じでした。ノンセンス、何のお店なんでしょうか。これはいろんなアニメと提携しているブランドですか。JTB の海外旅行してくださいというパンフレット。何ですか、これはツインルームって何ですかね、これ。アーティストさんのあれは後にして、これジジノって読むんでしょうか。これは美容室。東海地方にある美容室。ですね。あとこのお水が入ってました。ナノプラチナ粒子入りということです。エグザイルの主催のあれですか、ダンススクールですね。同じものが2枚です。リズリザ、
ちょっと読み方知りません。フェミ。ボーイズ&メン。これパンフレット2枚、同じものが2枚です。これはラーメン屋さん、雷神。バッグの中には入ってませんでしたけど、会場で店員の方がこのうちわを配られてました。アパマンショップキャンペーンガール、ローラの何ですか、本ですか、写真集ですか。これは愛知トリエンナーレのパンフレットです。ネイルのパンフレット、これはサンシャイン栄のところにこのアニメのあの設定、舞台設定が再現されているっていうことですか。これはクーポン券、サンシャイン栄のクーポン券、焼肉田村と木村アンとのクーポン券と、マルエのパンフレット、これはフリーペーパー、ちょっと感じで、あとアバンリリサークル系サンクス、アーティストさんのパンフレットです。ソナーポケット、近藤明久さん、家入レオさん、
水王者さん、ホームメイド家族さん、アフタースクール派生グループのオレンジキャラメルさん、これはキャンディーズの歌です。キャンディーズの歌をカバーしています。あと実際ものとしてはさっ、こちらさっきのペットボトルとコンタクトレンズ、メニコンの洗浄剤、メニコンは名古屋の会社です。名古屋本社の会社です。あとこれがなんて言うんですか、ちょっとこれこういうこのファンケルのカロリーリミットみたいなあれですね、サプリですね、錠剤、たくさん食べる前にちょっと飲んでおいたらちょっといいと、たくさん飲み食いする前にちょっと食べておいたらいいと。あとバッグの中に入ってたものじゃないですが、これは1話あこれですね、このこれです。超綺麗、超オフカロ、スベルティっていう会社、はい。さっきのラーメン屋さんが配ってたうちわより、これがこっちが普通のサイズですね。こっちかなりこれはちっちゃいサイズです。あとちょっとパンフレットなんですけど、これは入るときに、すぐもらうやつです。新聞よりちょっと小さい感じで、アーティストが、このスギちゃんが、あれですね、来れなかったんですね。代わりにローラが代わりを務めてました。アイユさん、ソナーポケットさん、アフタースクールさん、ホームメイド家族さん、家入りレオさん、水王者さん、 SKE48、 ミルキーバニー、オレンジキャラメル、これがオープニングアクトの2人。ちょっと近藤さんの方は見れませんでした。湯浅さんの方は見れました。読み方ユアさんでいいんですか。これはちょっとウェブのページにも載ってないから、ちょっと文字